いつもご視聴ありがとうございます。今日は板柳の喫茶店に行ってきました。朝の9時半から夜の20時まで営業。お邪魔します。店内明るくて綺麗。席数がたくさんあってどこに座ろうか迷います。観葉植物がたくさんあっていい雰囲気、昭和レトロな感じです。メニューです。店内はクラシックミュージックが流れていてとても優雅な感じ。ゆっくり過ごせそうな雰囲気のお店です。モーニングセット600円を注文。セットのコーヒー。女性マスターさんにサービスしていただきました。人参の炒め物だそうです。いただきます。まずはトーストから。バターかマーガリンが塗ってあります。外はカリッと、中はふわっとしています。美味しいです。サラダが豪華。パプリカ、貝割れ、トマト、キャベツ、山芋とレタス。今までいろんなお店のモーニングを食べてきましたが、このサラダが一番豪華です。山芋入りのサラダは初めて食べましたが、めちゃくちゃ合う。美味しいです。目玉焼きには塩をかけます。目玉しっかり焼きです。この山芋入りサラダが感動です。山芋のシャキシャキ感がとてもいい。このオレンジ色のドレッシング、名前がわからなくてネットで検索してみましたが、どうやらフレンチドレッシングのようです。これも彩りが良くなっていいですね。おまけしていただいた人参の炒め物、人参の味が効いていてとっても美味しいです。ありがとうございます。人参をピーラーで剥いて炒めるとこんなにおしゃれになるんですね。今度家でもやってみます。コーヒーいただきます。このカップがとても美しいですね。コーヒーはいつもブラックですが、今日はミルクを入れてみます。苦味の中にもマイルドなお味のコーヒー、とても美味しいです。私はモーニングが好きです。理由は安いからです。喫茶店でコーヒーを頼むとだいたい500円前後をしますよね。
でも朝早く行くとプラス100円前後でパンとサラダが目玉焼きがついてくるなんてとってもお得ですよね。朝ちょっと早く行っただけでお得に食べられるモーニングセット、とってもありがたいです。私の去年の動画でもモーニング結構行きました。今年もいろいろ見つけて行ってみたいと思います。ランチもお得だから好きです。セットのランチとか大好きです。でも夜は高くなるので夜の外食はあまりしません。特別な日はいいかもしれませんが、皆さんはどうですか？家族構成や収入によるとは思いますが、うちは夜の外食は子供たちの好きなくら寿司やすき家、びっくりドンキー、スタミナ太郎などの大手外食チェーンが多いです。なぜか私と好みが合わず、ラーメンや食堂は嫌がります。誘っても行かない、弁当買ってきてとなっています。寂しいです。大人になったら個人のお店の良さが分かるようになるのかな。そうなったら一緒にいろいろ食べ歩きしたいです。ぼっち食べも大好きですけどね。ごちそうさまでした。近くの道の駅鶴の里アルジャに行ってきました。鶴田のスチューベンは EU の保護対象になったみたいです。スチューベン大福とサーターアンダーギーを買ってきました。中のあんにまでスチューベンが入っていてめちゃくちゃ美味しかったです。サーターアンダーギー、外のカリカリ具合が絶妙、2つともリピ決定です。最後までご視聴いただきありがとうございました。